Sabes que debería estar contigo. Sabes que no creo que te haya gustado. No me importa si lo haces o no. Sabes que you do, you just forgot it all.
sabes que yo haciéndome a preguntar mis pensamientos. Sabes que yo pienso mucho y no quiero. Sabes que yes, I don't know you know, you don't know me. Sabes que I'm much just like the mystery. Sabes que no has visto lo mejor de mí. Sabes que yo tampoco, you see. Sabes que yo haciéndome preguntar mis pensamientos. Sabes que yo pienso mucho y no quiero. Sabes que yes, I don't know you know, you don't know me. Sabes que I must just like the mystery. A movie. I'll pick you up. We'll go eat sushi. Or we'll go downtown with our best moves. We can boogie. Oh, oh my, we both look so fly. Apple pie, anyone if you serve us. My oh my, when we drive on by, they just can't deny it. ちょっとここにあるピンポイントでそこに行きよう。それ下にあのこれ貼ってくれるっていう。あ、これ傷傷ないから。またあのアイデアネタ作る。楽しい。アイデアないでここは。
we drive around in our Mercedes. We're out all night or at home lazy. We're living like we're in the 80s. My oh my, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My oh my, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us.韓国で購入したものをパパとご紹介していこうと思います。今回はお洋服はなしで雑貨とバッグなんですけど、バッグから紹介します。2日目に行ったアーケットっていうブランドでめちゃめちゃでっかい紙袋持ってたんですけど、それは持って帰るの大変だったので処分しちゃったんですけど、じゃーん、大好きなこの形のスウェードのショルダーバッグを購入しました。これラスト1個で、しかもウィンドウに飾られてて、すっごい気になって店員さんにリゴ受精をって言って、はい、取ってもらったんですけど、もう本当にこのスウェードの色味もそうだし、金具がゴールドですっごい可愛くて、このたるんだ感じと、まあまあお高かったんですけど、まあ、韓国にいるし、それまで雑貨しか買ってなかったので買っちゃえと思って買いました。日本未上陸ブランドなので買えてよかったです。まあ、今夏なので使えないんですけど、秋口からバンバン使っていこうかなと思ってます。次はこの初日に行った雑貨屋さん、テーブルウェア、お皿を、ボールを購入しました。かわいいじゃん。このブラウンのボールですね。ポテッとしたボールを購入しました。パッと見ハチカバとか、なんか犬の餌っぽいんですけど、まあ、それが逆になんかかわいいと思って購入しました。で、同じところでこれはまた違うブランドだと思うんですけど、カトラリーお箸を購入しました。このデザインがすごいかわいいと思って購入しました。モスグリーンっていうカラーもすごい可愛かったんですけど、あのシンプルにブラック、マットブラックにしました。初日に行ったオブジェクトっていう雑貨屋さんでメモ帳を購入しました。この絶妙なカラーの表紙がすごい可愛いと思ったのと、紙の質感が結構薄くて、打ち合わせの時とかパッと記入できるのにいいかなと思って、中間の大きさを購入しました。続いて2日目に行った雑貨屋さんで、ここは本当包装が丁寧で、あの中に香水も最後シュッて振って渡してもらったんですけど、すごいいい香りでした。1つ目がじゃあ、またボールかよって感じなんですけど、はい、このちょっとマグカップ型のスープ皿、ボールを購入しました。ここは丸々してんだけど、この取っ手のところが四角で、その組み合わせが可愛いなと思って購入しました。3色ぐらいあって無難なベージュを選びました。もう一個が、ほんと包装が素敵、マスタードカラーとこの端のグリーンの組み合わせに一目惚れして、最後の最後に見つけて即決したアイテムです。タグもついてます。ここに可愛い、ちょうどいい大きさです。多分いつも使ってるランチョンマットよりちょっとちっちゃめ
なんですけど、縦長、ちょっと縦長で可愛い、汚れ目立つタイプなので気をつけながら使おうと思います。他の色味もあって、多分ブラウンにピンクかなもあって、すっごい可愛かったんですけど、新しいお部屋のタイルが緑なので緑にしました。韓国で購入したものはこんな感じになります。あとインスタのストーリーでは載せたんですけど、神戸と広島にも行って、そこで結構お買い物したので、また Vlog と一緒にかわかんないんですけど、また違う動画でその購入品も載せようと思います。I wanna let you in to my colored world tonight. As beautiful as it seems, I wish you were black and white. I wanna let you in where the chemicals collide and every emotion flares, lighting the midnight sky.Looking through a kaleidoscope, the colors seem to change. The brightest of yellows fade.